今日の定例会見で浜田知事は、今月8日から15日まで気象庁が発表した南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意の県内での対応について、社会活動を行う上で大きな混乱は見られなかったと述べました。一方で県内の宿泊施設で予約キャンセルが相次ぐなど、宿泊業や観光業を中心に発生した経済的損失については、今後観光キャンペーンの首都圏での PR イベントを開催するなどして早いリカバリーを目指す、打撃が大きく資金繰りが大変な中小企業については制度融資の活用を呼びかけ、県や国が補償を行うことについては否定的な見方を示しました。コロナの時に営業時間を短縮してくださいとかですね、あるいは不要不急の外出は控えてくださいといった対応とはかなり違う、やはり社会経済活動はしっかり行った上でというスタンスで、国も対応されたということだと思いますから、やはり穴埋めをしろという話は、公的にしろという話は、私は難しいと思います。県旅館ホテル生活衛生同業組合が、県内82施設を対象に行った調査では、今月9日から18日にかけての宿泊キャンセルは1万2449人分の合わせておよそ1億7400万円の売り上げが減少したということです。